今ね、ラーメンを作ろうと思ってね。まあここはアメリカなんですけど、まあアトランタ、ジョージア州ね。まあラーメンとかレストラン行けばあるけど、まあ何分高い。そうね、今だったら安いので醤油ラーメンで12ドルぐらいじゃないね。ニューヨークとか行ったら20ドル以上です、食べるするんでしょ。25ドルとか。もうさ、そうなったらもうね、自分で作ろうかとね。私一応ラーメン屋の息子だからなんとなくわかる。ここは麺を茹でる。この麺がね、アメリカで中華麺なんか買ったらえらい高いから、これスパゲッティを買ってきましたよ。スパゲッティ、このスパゲッティでもいいんだけど、ちょっと太いでしょ。だから今日はティンスパゲッティって薄、ちょっと細いやつね、これを使おうかと。まあ家族で食べると思うから、これ2パウンドの大きめの、これ一つ茹でちゃいます。そしてこれはね、ほうれん草を茹でようと思ってね。でね、スープはもう作った。もうね、たくさんあれ、水多分ね、これ3リットルぐらいある。そこに何を入れたかっていうと、もう目分量だからね、醤油だから、まず醤油、そしてこれコンソメスープ、コンソメなのかな、うん、多分それを適当入れて、あと本だし、これ味の素、それから白こし、ホワイトペッパー、胡椒だよね。あとガーリックパウダー。普通のさ、ニンニクを潰して使ってもいいんだけど、もうめんどくさいから。もうこれあったから。まあこの辺入れた。あと塩って言った？塩とか。それで、もうこれ作って。もう全然測んないよ。味を見ながらさ、入れていけば大体決まるからさ、いいじゃん。もうこれでいいですよ。もう味見したから。これな。あ、あとごま油を入れました。ごま油。ね。ごま油入れるのが味噌かな。そう。そして、これスパゲッティの麺だから、スパゲッティの麺をね、中華麺っぽくするのはね、これベーキングソーダ。これをさ、ベーキングソーダっていわゆるさ、重曹よ。こんなの1ドルもしないから、日本では買ったことない、知らないけど安いでしょ。これを大さじ2ポンと入れる。どんくらい入れる？もうさ、適当だから、男の料理だから。大さじ3倍ぐらいでいいんじゃない？わーってなるでしょ。ベーキングソーダっていいですよね。いろんな用途が、使い方がある。そしてこれ入れちゃいます。見て、男の料理だからね、ガガーッと豪快にやんないだろうよな。これでちょっとかき混ぜながら、これ多分ね、何分って書いてあるかな。さ、よう読めんわ、よう読めんわな。適当だろう、俺適当なんだよ。あんまりさ、深く考えてやってたらダメよ、みんな。多分ね、これ9分だと思う。9分。多分。
9分だからさ。でもね、これ中華麺にする場合はちょっと長めに茹でて、12分ぐらい茹でるかな。ここに時計があるから8時46分やな。だから12分って言ったら58分だね。そこまで茹でまーす。はーい。さてと、これ見て、これほうれん草、卵、ネギじゃないよ、海苔、ハム、そしてスパゲッティで作った中華麺だで。見てこれね、ラーメン屋息子野口義明が作る、アメリカで作る自家製ラーメンや。なあ、食べてみよう。うまー、すげえ。これラーメン屋やろうかな俺。